朝鮮の26代を古城の息子、寸城には子供がいなかったです。なので、腹違いの側室の息子、古城の七々になりますが、ヨンチノワンが後継者になりました。 このヨンチノアンは皆さんもご存知だと思いますが、イーバンジャー様と結婚しましたね。で、その間でイーグという息子が生まれました。じゃあ、このイーグという方の話を少しやってみたいと思いますが、このイーグさんは、 朝鮮が独立した後、1953年、アメリカに留学に行きます。で、MIT というとても有名な大学を卒業した後に、中国系会社で勤務をしますが、そこで8歳年上のアメリカ女性と結婚することになります。 ただ、それがあんまりうまくいかなかったようで、えー、イグさんは会社を退社し、自分の会社を立ち上げますが、えー、1973年会社が潰れてしまって、えー、このアメリカの奥さんとも1982年離婚することになります。 噂によりますと、イグさんの女遊びがひどかったという話もありましたし、で、当時、王朝復活を願っている人たちが、イグさんにすごくプレッシャーをかけたらしいですよね。アメリカ人女性じゃなくて、朝鮮の女性と結婚して子供を産まないと、と、すごくプレッシャーをかけてたらしいです。まあ、そんないろんな理由で離婚してしまいましたが、 やっぱりイグさんは団体とあまり仲が良くなかったのか再婚を韓国の人ではなくて日本の女性と再婚することになりますそしてあんまり韓国には行かずに日本とアメリカで活動をします えー、一旦とにかく皇族なので、えー、韓国には公式的な法事の時だけ帰国したらしいですね。で、記録によりますと、実際イグさんは韓国語があんまりうまくなかったようです。英語と日本語はペラペラですが、韓国語はいまいちだったらしいですね。なので、韓国の生活にもなれなかったことも原因だったと思います。えー、こうやって韓国にあんまり来れなかったイグさんは、えー、その後、えー 以前の動画でお話ししましたが、親への支援金を横取りしたり、そして、日本公室から少しの支援金ももらってたらしいですね。そういったお金で生活しながら、えー、ヨンチンワンの元自宅になる、今東京のグランドプリンスホテル赤坂で、新庄麻痺で73歳に死亡します。 でイグさんもなぜかしら子供がいなかったんですね。なので、先ほど言ったイグさんと葛藤していた、このイジョンジュイ氏の家紋と言いますかね。 じゃ、このカモンでは次の後継者を決めないといけないということで、イグーさんに養子を入れて後継者にすることにします。えー、彼の名前がイ・ウォンですね。じゃあイ、イ・ウォンという方はアメリカの留学をしてた人で、法則局関係の仕事をしていたらしいですね。 えー、実際、この古城の息子の中で戦後まで生存していたのは実際2人なんですが、先ほど言ったヨンチノワンと古城の子男、ン、イチノワンがいました。えー、このイチノワンには、九男イガプという方がいまして、 このイガという方の長男が先ほど言ったイーウォンさんになりますね。かなり遠い王族にはなりますが、このイーウォンさんがイグさんの養子になって、生徒後継者になりました。 このイ・ウォンさんには息子さんもいるらしいです。今、右に立っている方なんですが、えー、この方が次の後継者になるかどうか、まあ、今からこうやって朝鮮の王族は続くかもしれませんが、えー、これに関して反対の声もあります。じゃあ、この方なんですが、えー、じゃあ、この方も紹介します。先ほど言った一男の十男、イ・ソクという方なんですね。つまり、 イーウォンさんのおじになりますねじゃあこの方は、えー、韓国独立後、えー、財産を韓国政府に没収されて、やむを得ず、歌手の道に歩んだ方なんですね。 えー、なので皆さんも予想できると思いますがかなり大変な人生を送りました離婚も4回もしたらしいですねつまり王族という身分で,で昔は歌手という仕事がそんなに尊敬されなかった仕事だったので、えー、かなり周りから非難されたりとかしてたらしいですね で、とにかくこのイソクという方が現在、朝鮮王族の中で一番年上だらしいですね。なので結構発言力があるみたいなんですが、イソクさんの主張は、養子制度はなくなった。なので、イワンが正当な後継者じゃなくて、俺が正当な後継者という主張をしています。 でただ、このイーサークさんの話も納得いかないわけではないけれども、周りから、えー、支持されてないのが、やっぱりかなり問題のある発言を言い続けるんですね。番組の経歴があるからかわからないけれども、刺激的な発言をする方なんですよ。例えば、あイバンジャ様は王族の支援金を勝手に使ってた。えー、イバンジャ様は当時、パクチョギ大統領によって、 かなりの支援金をもらって学校を作るなどいろいろ活動をしましたが、えー、イソクさんはそのお金が実際自分たちに来るお金だった、それをイバンジャー様が横取りしたという話をしていますが、今のところ証拠はないんですね。それ以外に、日本の天皇と日本総理は俺に土下座して謝罪するべきだと言い続けるなど、そして朝鮮皇室が復活しないといけないと主張するなど、かなり刺激 この中で私は個人的に日本の天皇と日本総理大臣がこの人に土下座して謝罪するべきだということところは私はかなり納得いかないところなんですね。この人は韓国の国民より自分が上だと思うかもしれません。実際その例もありますが、 まあ、それ以外にもとにかくこの人は番組で根拠のない話を出す発言してて問題になっていて、えー、ある YouTube の公開された動画では えー、キョンボ君でこの人が、えー、お昔、朝鮮の王様がいるところに来てて、そこを語る番組があったんですが、周りから避難されると、私は王族、古城の孫だと言ってから、他の人たちを威圧しようとしてたんですよね。ある意味ではかなり昔の考え方を持っている方かもしれません。で、この方の一つ矛盾がありますが、この方には息子がいないです。 この方が認めている公式の子供は娘2人しかいないんですね、公式的には。なので、この人はアメリカにいる韓国の米国人、エンドリュー・リという人を養子に入れて、自分が皇帝の資格で後継者として任命します。先ほどは養子制度はないと言いながら、自分が養子制度を利用してたんですよね。このエンドリュー・リという方はいろいろ仕事をやってたら、 らしいんですが、最近はうまくいかなくて、ラッパーとして活動しているらしいです。名前はキングリーダーらしいので、アメリカに住んでいる方は調べてみてくださいね。 じゃあ、あとにかくこのイーソクという方は、まあ、確かに歌は上手いし、まあ言葉も上手いので芸術能力が優れた理想主義者かもしれません。面白いエピソードがあるんです。韓国外国語大学の出身なんですが、スペイン語を勉強してたらしいです。え、どうしてスペイン語なのと思ったら、 スペインの姫と結婚して、朝鮮の王室を維持しようとしてた,たらしいですよね。もちろん、これはうまくいかなくて、水の泡になってしまいましたが、これぐらい王室に対するプライドといいますか、まだ、ある意味では現実よりは理想を求めている方かもしれません。で、このイサクさんの娘たちは、長女、イホンさんは演技をやっていて、次女、イジンさんは土芸家をやっているらしいですね。 で、このイソクさんの姉も2006年、えー、面白いことをやりますが、ある団体の主催のイベントに参加して、皇帝として即位します。イ・ヘウォンさんなんですが、えー、これが当時の様子なんですが、えー、この方は2020年100歳で死亡しました。で、これは韓国でも完全に無視してたので、これをしている人はほとんど少ないと思いますね。じゃあ、 とにかくだ、なんだかんだで朝鮮王朝は名目上続いていますよね。じゃあ、えー、ここでなんですが、私の個人的な話なんですけど、あの、イクンというドラマから始まって、朝鮮王朝の憧れのファンタジードラマが増えているような気がしますが、 えー、実際、韓国の知識人のほとんどは、この王政に関して強い憑依感を持っています。もちろん北朝鮮のせいもあるでしょう。私が日本語を勉強してて、えー、日本学というのを勉強するときに、日本の大学で経済を勉強して、韓国で教授になった方が、日本の天皇制度は税金泥棒だと言ってて、すごくあの生徒たちに非難した覚えがあります。当時、私は若かったし、先生は日本の留学をして、 そうなんんだと思ったじゃ私が日本留学をすることになり日本の天皇の話をよく聞いて自分で考えてみると日本の平成天皇と令和天皇は 平和ののためにかかなりり努力しているのがわますよね、えー、つまり、ここで、えー、韓国が、韓国の気持ちで、日本の天皇はどうのこうの言うのは、日本に対してかなり不礼な行動だったんだというのを気づきましたね。もちろん反対に、えー、日本の方が韓国でどうのこうの言うのもいけないんですけど、こういったところで、私は日本の天皇のすごさがわかったんですよ。 ある意味で個人的には尊敬している部分もかなりあります。えー、つまり私が言いたいのは今の時代で王族として自分が成り立つためには国民たちが何を求めているのかを考えないといけないんです。日本の天皇はそれをちゃんとやっていると思います。歴史を勉強すると 王朝には否定的な気持ちしか持たないんですよね。皆さんもわかると思いますが、朝鮮は日本によって潰れてしまいましたが、その元の原因は皇族の武能とヤンバンの腐敗、それによって苦労する民衆たち。これは皆さん勉強しなくてもわかるところなんですよね。皆さんも日本人としてわかると思いますが、当時の日本は 朝鮮の王族には他の国に比べてかなりいい対応してくれたんですよ。王皇族という身分を作って日本の貴族より上の身分で日本に保護されたんじゃないんですかで。それ以外にもかなり豊かな生活もしていたんですよね。王族はこうやって豊かな生活をしていて、もちろん自分たちなりに苦労はあったかもしれませんが、それが 人種の苦労に比べるものでしょうかって私は思いますよね。えー、皆さんももごもごチャンネルを見ながら、いろいろ歴史の悲劇の方がいっぱいいますねと思うのはもちろんわかりますけど、実はこうやって歴史にすら語られないいっぱいの人々が悲劇を感じていたんですよね。 こういったところを自分たちの責任だと思わず、今更朝,朝鮮王朝を復活させようとするというのが私はかなり、えー、いけないなと思います。今の韓国は、えー、明らかに民主主義の国なんですよ。えー、3回も独裁と戦って血、えー、を流しながら獲得した民主主義なんですよね。 えー、ようやく手に入れたこの民衆主義を捨てるわけにはいかないと私は思いますね。王族が自分たちだけ何かまあ継続していて伝統を守るという,うのはいいですが、自分たちの何か尊敬と権威のためにまた王族を復活させようとするのは私は反対ですね。話がちょっと暗くなりましたが、えー、最近ずっと朝鮮末期ばかり話してたので、えー、ちょっと。 暗い感じだったんですね。なので、来週はちょっと気分転換として、白木のビシルの記録の話をしてみたいと思います。ビシルは実際に存在しなかったという説なんですが、え記録上にったビシルの記録がありますので、それをまとめて皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃごまおよ。여러분、あんにょーん。